はい、皆さん、こんにちは。中の人ゲーミング、中の人 A です。今回はね、Apex、コンバーターとエイムアシスト問題が絶対に解決しない3つの理由ということで、まあ、先日ね、EA とリスポーンが、まあ、Apex でね、コンバーターとか、まあ、そういう非公認のデバイスの使用は、まあ、一切認めないというね、そのスタンスを発表したというか、まあ、大手 FPS ニュースサイトである EA がね、取材して聞き出したという、まあ、そういうことなんですが、まあでもこれはね、その認めない禁止だバンするって言っても、まああんまりこの問題って進展しないんじゃないかなっていうふうに思うんですが、それがなぜなのかっていうのをね、この動画でお話していきたいなというふうに思います。で、とりあえずね、3つ理由があるんですが、一気に言うとわけわかんなくなるんで、ね、順番にね、1つずつね、見ていきたいなというふうに思うので、だからまず最初の理由はって話なんですが、まず最初の理由は、これ問題にね、グラデーションがあるからっていう、まあそういう話ですね。まあ要は0か100かっていう問題ではなくて、いろいろ段階があるよねっていう、まあそういう話で、これどういうことかっていうと、まあ例えばなんですけど、自分が PC のマウスのプレイヤーで、まあ実際自分もね、PC のマウスのプレイヤーですが、PC のマウスのプレイヤーで PS4 の背面パドルがついているパッドに負けたらどうかっていう話ですね。例えば、まあスカフみたいなコントローラーですね。まあそういうのに負けるのがどうかっていうのと、それに対して PC にコンバーターをつないで、エイムアシストも入れてマウス使ってるやつに負けるっていうのでは、その、なんていうのかな、もう、その、っていうね、その、不愉快さ、まあ、納得できない感って結構違わないですかっていう、まあ、そういう話で、なんていうんですかね、うん、もう、PC にコンバーター繋いでエイムアシストも入れてるなんて、もうなんか、お金のかけようというか、もう、その、可能な限り強くしちゃってんじゃん、みたいな、まあ、そんな感じで、まあ、うんってなりますし、まあ、それに比べて、まあ、スカフぐらいだったら、まあ、あんまり PS4 の普通のやつとそんなに変わるかっていう、まあ、変わるだろうけど、みたいな、まあ、そんなもんで、うんってなるって、まあ、そんな感じで、まあ、結構違うと思うんですが、でも、これって、今回の EA とリスポーンの、見解的にはどっちもダメというか、まあ、PC にコンバーター繋いじゃダメとは今回言ってないですけど、まあ、大人の事情を加味しなければ、まあ、どっちもダメだっていうふうに考えるのが自然だとは思います、自分はね。で、でもね、そのどっちもダメだっていうのも、まあ、もちろんわかりますけど、そのスカフくらい良くないとか、非公認とはいえスカフくらい良くないとか、エイムリングくらい良くないとか、まあ、その線引きってどこからなのかって結構謎ですし、その謎、線引きがどこからどっからダメなのかっていうのも謎だし、しかも普通に考えてた話ですが、そのガチガチのウォールハックとかオートエイムのチーターだっているのに、それがその死刑、無期懲役、要はバン、それぐらいの罪だとしたら、その PS4 にコンバーターさせてる人ってそこまで重い罪なんですかねっていう、まあそういう話ですよね。スカフ使ってる人なんてね、別に罰金も行くのかっていう話で、そのなんていうのかな、全員一律バンですとしか言いようがないこの現状ってどうなのっていう、まあそういう話ですね。要はいろんなハードウェア、いろんなデバイスがある中で、まああるラインを超えたら全部バン、全員死刑っていうのは、まあ全然合理的じゃないですよね。まあ要は、ね、道路交通法違反で死刑になる国みたいなさ、そんな無茶苦茶なのと一緒で、まあ合理的ではないだろうし、合理的ではないからこそ取り締まりようもないよねっていう、まあそういう感じになって、うん、これ結局どうすんのっていう感じになって、取り締まられないんだったら結局いいじゃんって話になって、もうグダグダになってしまうっていう。だからこの問題は解決しないんじゃないかなっていう、まあそういう話だったりします。で、次。まあそんなね、その程度の問題あるよねっていうのもありますが、次の2番目の問題としては、まあ問題というか理由として言えるのが、その少しでも優位に達したい人間の心情って話ですね。これも人間当たり前だと思います。別に咎めるものでも何でもないと思います。だからね。で、例えば PC ゲーマーだって、まあ少しでもフレームレートを上げようとかね、モニターのリフレッシュレートを上げようとか、まあヘッドセットはどれがいいんだとかね、まあどのね、音の設定が足音が聞きやすいとかね、あとモニターの設定をどうするとこうやってやるとね、敵が見やすいとか、まあそれいろいろやるわけですし、まあ他のスポーツだってなんだって、まあいろんな工夫をするのは当たり前だし、そのなんならルールのギリギリまで攻めていくっていうのもまあ当たり前だと思いますよね、まあ普通って感じなので、まあそれもそうだし、しかもなんならそれ罰されなければ、まあもしくは罰されるリスクっていうのが非常に小さいのであれば、まあ、禁止されていることをしてもいいっていう考え方も、まあもちろんありますよね。まあそれがいいとは言わないですし、あんまりやるとで、どうせバレてね、ボコボコにされるからダメだぞってなりますが、そのね、まあバレなきゃいいだろう理論って、まあ世の中やっぱりあるので、まあそりゃそういうコンバーターだったりとかね、いろんなデバイス出てくるよねっていう、まあそんな感じで、それだって売れるんだもんっていうね、罰されなければいいだろう。別に禁止されてると言ったって建前でしかない。やっぱり人は少しでも優位に立ちたい心情がある。そりゃね、まあ売れるよって話なので、結局需要があるからそういうコンバーターとかも出てくるっていうね。それで、まあこの需要って、そのね、まあ多分なくならないじゃないですか。当たり前じゃないですか。勝ちたいとかね。まあ少しでも勝ちたい、バレなければいいだろう。それはね、永遠に多分なくなることではないと思うので、まあそれは解決しないし、まあなんならイタチごっこだよねって、イタチごっこになればいいよねっていう、まあなんなら多分今野放し状態だと思うので、まあイタチごっこにでもなればね、少しでもね、
まあ公平な、フェアなゲームになるのかななんて思いますが、うんっていう、まあそんな感じではあります。でそして最後の3番目、まあそういうね、フェアっていうその公平さっていうのもありますが、最後の3番目っていうのはクロスプレイがあるからっていう、まあそういうことですね。これはね、クロスプレイっていうのが直接来るわけではないですが、まあ遠因っていうかそのね、遠い要因としてあると思います。まあ例えばまああとこれ APEX だけではなく DOCW もそうですよね。クロスプレイあって、まあ COD ですけど、まあ DOCW もそうだし、まあ今後の FPS もね、クロスプレイがあった方がいろんな意味でいいとは思うんですが、まあ例えば PC だとね、まあゲームによっては PC だけだとね、人口が賄いきれないから PS4 の人も呼んでこないと、そのね、マッチング的にマッチングしなくなるとか、そういう理由もあるので、まあそのクロスプレイって本当にありがたいんですが、自分からすると。でクロスプレイがある限りって話なんですけど、クロスプレイがある限り、まあパッドとマウスにはその絶対的な操作性の差がありますし、まあ、それを埋めるためのエイムアシストっていうのも必要だとは思うんですけど、そのエイムアシストの強さがどれくらいが妥当なのかってすごく微妙じゃないですかっていう、まあそういう話で、いやそうは言ってもって話で、まあ今の APEX のプレデターにはパッドが多い、だからパッドのエイムアシストは強すぎるっていうのも、まあよく自分の身の回りでは耳にする話だし、まあまあまあって感じですが、まあそれも一つの論法というか論の立て方だと思いますし、まあそうかなというふうに自分も思いますけど、でもパッドのユーザーの全体のキルレとか戦績っていうのは、マウスのユーザーに比べてどうなのかっていうのも考えなきゃいけない。要は突出して強い人たちにパッドが多い、でも平均がパッドは弱いんだったら、それってどう調整したらいいのかって、自分がゲームを開発調整する立場の人間だったらすごく難しいと思うんですよね。パッドの人たちは基本的にみんなボコられてるけど、一部の人たちはパッドでめちゃくちゃ無双してるってなると、無双してる人たちを下げるべきなのか、でもそしたら全体のパッドの強さって結構下がるよねとか、まあなるので、まあすごく難しいものになってくるっていう話なので、まあ結局それでみんなが納得できるものにするっていうのはやっぱりすごく難しいものだと思うっていう、まあそんな感じになってくるので、まあだから結局クロスプレイで、まあいろんなプラットフォームをね、またいでやる以上、まあ解決しないというか、まあ解決させる方法もなくはないのかもしれませんが、すごく難しいんじゃないかなというふうに思います。はい、というわけでね、まあ、クロスプレイとかね、まあこのね、コンバーターとかね、ヘイムアシストとかね、まあ結構そのまあ歴史の長い問題ではあるんですが、最近とかだとね、そのコンバーターもね、なんていうんですかね、高性能化が進んでるので、まあよりその問題が顕著になってきたっていうことなんでしょうね。コンバーターの認知度も上がったっていうのもあると思いますし、そのアンチリコイルコンバーターとかもあるので、今はね、まあそうやってコンバーターが、明確に、強くなってきているっていうのが、まあこの、なんていうかね、コンバーターの問題がすごく今ね、熱い理由になってるんじゃないかなというふうに思います。まあ昔のコンバーターとかはね、なんかね、もっとね、なんていうんですかね、操作感がおかしかったりとかね、いろいろね、まっすぐぶっ壊れたりとかね、なんかいろいろあったんですが、今のコンバーターはね、すごいよなっていう。まあそういうことですね。PC コンバーターがね、まあ何よりもね、まあ一番、まあバックグラウンド的なね、やばさだろうと思うんだと思いますが、まあ何やともあれね、まあそんな感じで、このね、コンバーターとエイムアシスト問題、はーんっていうふうに思っていただけたらね、ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。以上、中の人ゲーミング、中の人 A でした。